おはようございます。キンゴニーです。今回はですね、じゃーん、めちゃくちゃでかい袋でしたけど、はい、こちら、これ何だと思います？これイチジクでございます。なんか美味しそうだったんで買いました。ちょっと見た目がね、めちゃくちゃあれなんですけども、イチジクってさ、美味しいよね。どうだったかな、本物の果物の方食べたことあるかもしれない。ちょっとね、だいぶ前なんでそれはもう忘れちゃったんだけども、今回はドライイチジクでございます。満足大粒のドライイチジクです。無添加砂糖不使用。めちゃくちゃさ、このさ、ピンクの生地にその白い文字って見えん薄すぎて見えん原産地はです、本場トルコ。イチジクといえばトルコな感じがします。名前、会社の名前が面白いですね。本気モードで、100g あたりエネルギーが291、結構高めですよね。はい、では開けていきましょう。ちょっとこれはハサミがいるようなので、ドライフルーツにするとさ、水分が減って、でその分長期間保存ができて、かつその干した場合は栄養価も高まるといういいことずくめですよね。何よりそういったその果物って季節物なんだけど、干すことで、ね、長期間保存ができるっていうのは嬉しいことですよね。はい、でちなみにその栄養価も高いので、多すぎても問題になるので、1日2、3個がいいそうです。イチジク、無花がない、無花果物の皮って書いてイチジクって読むんですけれども、英語ではフィグと。なんでそういう名前かっていうとですね、これ木の実が、ドロップ状にこうありますよね。で、そこからね、パカって割れるんですよね。でこの食べる部分、実の部分が実は花だということで、そのこれの中にですね、ちっちゃい無数の花がいっぱいピチピチピチってあるらしいですね。実際のものを私は見たことがないのでね、それは口で伝えるくらいしかないんですけど、だってさ、花になったらさ、もう実として多分売れないと思うんですよ。その4つに分かれちゃってるから、でかく。だからね、つぼみって言ったらいいんですかね、このままの状態で取って売るので、だからあんまりね、写真とかでないと思うんですよ。このイチジク花になってるところって食べちゃうよね。植物って面白いですね。食べる部分がさ、花だったり根っこだったりね、あるけども、その蓄える部分がさ違うんですよね。確か前ね、ジャムで食べたと思います。ちょっと半分に切ってみましょう。一番ね、そのいろんなジャム食べてみたの中で俺の好きな味だったのは、つぶつぶなんですよね。で、あんまそういうジャムがないじゃないですか、つぶつぶした味がっていうのもあって、イチジクのジャムはおすすめですね。はい、中がこんな感じです。ちょっと見た目がね、これがね、ちっちゃいあの花というか、花の、部分らしいですね。で、花言葉は、なんだったっけ、子供に恵まれるだとかですかね。この花がいっぱいだからっていう意味じゃなくて、単純にこのね、イチジクがいっぱいできるからっていうので、子だくさんだとか、そういう花言葉がついたらしいです。へぇ、すごい、本当にぎっしり詰まってますね。栄養価的にはミネラル豊富で、食物繊維がすごく多いと。だから多いので、取りすぎると、胃腸に負担がかかるっていうのがありました。で、食物繊維ってさ、便秘にいいってなるじゃん。でも、取りすぎると便秘になるんですかね。なんかそう書いてて、下痢にもなりやすいと、便秘限りか、食物繊維って。人によるのかな、その体のさ、どうするかはさ、その胃腸の判断なので便秘になるか、もういらないですって出すっていう意味で下痢になるか、どちらかね、選ぶんでしょうかね。誰が選ぶか、それはもう胃腸次第みたいに。いただきます。皮の部分はね、硬いですね。ちょっともうこの時点でちっちゃなイチジクのタルトっぽいんですけど、中がそのジャムみたいに美味しいですね。ジャリジャリしてて、初めてね、ドライフルーツのイチジクを食べたと思います。さすがになかなかね、売ってないと思うんで、でいい機会だなと思って、これね 900g あるんですよ。ネットで買いました。気になった方は、買ってみてどうでしょうか。楽天だったかな。うまいですね。なんかちょっとチョコレートみたいな感じですね。ジャリジャリしてて面白い食感ですね。
イチジクってさ、見た目がちょっとね、あれだよね。っていうか生もね、あんまり売ってないと思うよ。まあ、季節物っていうのと、結構柔らかいんだよね、確か。身の部分が。干したからこう、詰まってるけどさ。だから、売りにくいんじゃないですかね。ちょっと梅干しっぽいな これだとね、めちゃくちゃいっぱいいけちゃいますね。取りすぎないように注意していこうと思います。そうそうそう。イチジクの別名が、不老長寿の果物だってさ。まあ、それだけ栄養素が高いということです。不思議な、果物ですね。ていうか、果物ってさ、面白い形の方が多い気がします。なんか、ドラゴンフルーツであったり。ね、あとスターフルーツとかも食べるみたいな。果物ってね、優秀なんですよ。もうだってさ、まあ、猿みたいに木の実取って食べる、もうそれだけなんで、ヤシの実とか硬かったら食べられないですけど、バナナとかさ、もう梱包されているよね、一つずつ。あれ、すごいっすよね。誰が考えたか知らないけど。もうなんか、まるで人が食べるためにあるみたいな、ね、あって。楽なんですよね。他の食べ物と違って。すぐに食べられると。玉ねぎとかさ、焼かないと、あれはお腹痛くなっちゃいますよね。でも果物とかっていちいち、まあ、調理する必要性がないんですよね。神ですよね。まさに果物は神が我々に与えし、食べ物かなと思います。困った時には果物を探せばいいですから。確か、クワカの、植物でした。皆さんも食べてみたい。そうですね。干し柿っぽさも、なんか、出てきましたね。まあ、干してるっていうか、ドライフルーツなんでね。それっぽさは出ると思うんですけど、甘みがギュッと、入ってる、そんなイメージがあります。ご視聴ありがとうございました。